原子力潜水艦ダラスセール後方に設置されているのがドライデッキシェルター。後部ドアを開放した状況がわかる。原子力潜水艦フィラデルフィアに搭載されたドライデッキシェルターの内部とシール輸送潜水艇チームに要因。ドライデッキシェルターは潜水艦が先行状態においてダイバーの容易な出入り艦を可能にするエアロックと 小型潜水艇などの格納庫を組み合わせた潜水艦に着脱可能なモジュールである。アメリカ海軍で使用されている DDS は全長11.6メートル、高さ及び幅2.7メートルであり、ホスト潜水艦のセールの後表の船体配部上に搭載され、水中排水量を約30トン増加させる。DDS は数台のトラック、 または C-5 ギャラクシー輸送機で輸送可能である。ホスト潜水艦は DDS を装着できるように、あらかじめ適切な接合ハッチ配置、電気的接合、および換気、ダイバー呼吸用空気、排水用の核配管を伴う特別の改造を受ける必要がある。この改造を受けた潜水艦への DDS の設置にはテストを含めて、 1>, 1日から3日を要する。DDS はガラス繊維強化プラスチック製フェアリングの下に h y 8十合金構成の3つの区画を持っている。最前部には負傷したダイバーに処置を施すための休憩の加圧チャンバーがあり、その後ろにこれよりやや小さな休憩の入りデカントランクがあり、最後部には両端が半球形の円柱状の格納庫がある。 これら3つの区画は内部で連絡穴により人員が行き来でき格納庫の後端の半球部分は開閉可能な外部ドアになっている格納庫にはシール輸送潜水艇を格納可能であり4名のネビーシールズが SDV に乗船しシール輸送潜水艇チームが DDS を操作して SDV を射出するまたは二十名のネビーシールズが四隻の 戦闘用ゴムボートで出撃する場合もある。現在、アメリカ海軍第3特殊戦闘軍の下に、2つのシール輸送潜水艇チームが所属している。補充、信頼できる、情報筋によれば、SDVT-2 は2008年8月8日に廃止され、その任務は、第3特殊戦闘軍機下の、もっと小規模なドライデッキシェルター文献隊が、引き継いでいる模様である。 SDVT-1 については従来、道理存続の模様。アメリカ海軍では、現在、6機の着脱可能な DDS を使用している。この中の最初のものは、1982年に、ジェネラルダイナミクスエレクトリックボートで建造され、DDS-01S と命名された。残りの5機、DDS-02P 側に開くことを意味する、マイナス03。 p-04s-05s 及び -06p は1987年から1991年にかけてノースロップグラマンニューポートニューズで建造されたこれらの dds の保守はチームに常駐している海軍ダイバーとメンテナンス会社であるオショニアリングインターナショナル社の共同作業で行われている各 dds の可用年数は 40年程度に達すると見込まれている。原子力潜水艦ガラスの背部に設置された DDS にマーク8改め1型 SDV 格納しているところ。原子力潜水艦アーチャーフィッシュ。1993年の演習時の模様。横から見たドライデッキシェルターの形状がわかる。2機の DDS を搭載可能をすでに解約すべての バージニア急原子力潜水艦はダイバーとその装備を展開可能な統合エアロックを装備する予定である。巡航ミサイル源泉オハイオのセール広報部に搭載された2機の DDS また弾道ミサイル源泉から巡航ミサイル源泉に改造されたオハイオ急原子力潜水艦は同時に2機の DDS を搭載できるように改造を受けている。 2機の DDS は、セールのすぐ後方に、平行に2機並べる形で搭載される。d r y d e c k s h e l t e r g l o b a l s e c u r i t y o r g h ット h q c o m p o n e n t s n e v e r SPECIAL o f f a r c o m m a n d n a v y s e a l s c o m ロサンゼルスクラス s CLASS.Attack Submarine US Naval Institute, ハットドライデックシェルターズデプロイングスペシャルオペレーションズフォーセスフロムサブマリンズスティーブサウスドありがとうございます